はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はちょっとね、黄金の騎士だけは逃せん、黄金の騎士だけは取りたいということで、黄金の騎士が出るまで回すグランデフェスという感じですね。まあ150超えたら天井行くわ。150超えたら天井、150までに黄金の騎士が出たら撤退。でも武器もな、いや、取らぬ狸の皮残用だ。ちょっと今回は俺の中で縛りを設ける。うん、セラステスが150連までに出たら撤退するわ。で、出なかったら最後まで150から300まで行きたいと思っております。いや、でもね、ちょっとすごい強そうなんですよね。まあ、ちょっとルシエチェルに持っていきたいなっていう風に純粋に思ってて、黄金の騎士ね。うん、ディスペル2枚だし、スロー2枚だしで、まあ、かなり使いやすいんじゃないかなというふうに思ってます。あと、剣得意だから、虚空剣だよね。虚空剣装備すれば、弱体命中率上がるんですよね。で、水属性ってブローディア採用もあるじゃないですか。と考えると、まあ、割と黄金の騎士、プラス虚空剣みたいなのは、綺麗に決まるんじゃないかなというふうに思っております。はい。まあ、そんな感じで、こちらの黄金の騎士を狙って回していきたいなと思うんだけど、いや、ま、さっきも言ったようにね、取らぬ狸の皮残業っていう名台詞がありますので、まあ、ちょっとね、まあそういう風にこう前語りをすると、大体終わっちゃう、終わらずに300連までいっちゃうという。ゴールドムーン、ソウルイーター、オッケー。うん、ゴールドムーンがね、100個使っちゃったんですよ、最近。あれ、今のロードは、待って、今のロードはね、俺の中で新キャラクターのロード、はい、嘘、いつも嘘、もうロードでキャラクターが分かるんですよっていう、いつもの嘘。最近はね、あれ、これなんか新キャラのロードじゃない？いつも当てちゃうんだよね。当てちゃうんだよね。もうこれね、ディアンサ来たら続投ね。ディアンサ来たら続投。黄金の騎士が出たら撤退します。ということで、まあ、初のね、今回の虹はね、最後の虹はね、こんな感じですよ。それじゃあ皆さん、ありがとうございました。動画はこれにて終了です。ん？黄金の騎士の力、とくと見るがいい。黄金にまみれた俺のグランブルーファンタジーの課金、とくと見るがいい。来たね、これ。いや、でもこれさ、正直俺ちょっと、セラスティス4突したいなと思ってて、ワンチャンダマスカス使うことになるだろうから、まあ、ちょっとこれ300連いこうかなって思ってたんだけど、これまで来たらもう撤退でしょ。まあ、ここまで来たらもう撤退だな。もういつかなんかこう300連回してなって時に、ちょっとやるわ。30連。まあ、最近なんかちょっとこう、なんか流れ悪かったからね。まあ、たまにはこんな日があってもいいでしょう。ディアンサは工場キャラクターだし、いつか300連で弾けることをお祈りして、じゃあちょっと今回はグランデフェスこれで終わりたいと思います。はい。勝っちゃったね。いや、これ気持ちいい。気持ちよく、放置少女に限り。僕はグラブル好きですよ。はい。今日も日課やります。それじゃあ、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。